大西秀夫は自由民主党所属の衆議院議員、国土交通副大臣、元総務政務官、元東京都議会議員、元江戸川区議会議員、東京都江戸川区松島に生まれる。木密住宅に関し、予算委員会において地域の安全性や防災、減災の施策にとっても大事なこととして、補助制度を事業用の建物にも適用すべきと主張している。 さらに機密住宅に住んでいるのは、高齢者、新しい家なんか建て替えたってさ、私たち何年生きられるかわかんないのよなんて言っておられる方が多いと主張している。その上で、建て替えるときには、こんな補助制度があるんだ。そして、それによって、子供たちと2世帯住宅、3世帯住宅を作ることもできるんだ。そういうインセンティブを与えて、 この機密の解消の流れを作っていくべきとして、機密住宅の解消のための補助金の必要を主張している。ふるさと納税で東京都から地方に移動した税収が平成28年度は5000億円に上るとして、元総務大臣の片山義弘のふるさと納税で寄付を集めるために絞る知恵は、振込詐欺の連中の絞る知恵に似ているという言葉を紹介した上で、 本来のふるさと納税の崇高な出資から逸脱した顕著な傾向が増大している。ふるさと納税の返礼品は高額所得者優先と述べた上で、返礼金の上限がないことが問題だとして、上限をつけることを提案した。これに関して政府は、納税額の4割に抑える案を提示している。花粉の飛散を減少させるには、各自治体のみでの対応には限界があり、 杉林の紅葉樹林化や干ばつなどの森林整備に対する補助事業の創設、植え替えの促進と国産材の公共施設や公共事業での利用促進、予防、治療対策の推進など国において広域的な対策を行うことが求められると主張している。待機児童対策についてアベノミクスをさらに前進させる意味で、 働き方改革が着々と進められているわけですけれども、その中で今回の育児、介護休業法というのは大変大事な法律だとして、経済成長には待機児童対策が必要であるとしている。保育は国家としての大きな役割ですとした上で働き方や生き方の自由のために0歳児に対して1ヶ月10万円の児童手当を差し上げたらどうかと提案した。 さらに、地方公務員で介護に悩んでいる者に対して、手当を与えて、地域のボランティアなどにも時間を費やしてもらう、生き方に、選択の自由をもっと認めていいんじゃないかという、提案をした。まず自分が子供を産まないと、ダメ2014年4月の衆議院総務委員会で、上西さゆり議員の質問中に、まず自分が子供を産まないとダメだぞとヤジを飛ばし、問題となった。 マスコミを懲らしめる2015年6月25日、自民党内の勉強会文化芸術懇話会において、マスコミを懲らしめるには、広告料収入がなくなるのが一番だ。文化人や民間人が不買運動、日本を危うくするマスコミは、とんでもないと経団連などに働きかけてほしいと発言したことが明らかになり、問題となった。 ミコさんのくせに2016年3月24日、衆議院北海道第五区補欠選挙の応援で、北海道内の神社を訪れた後、細田派の派閥会合で、世話を焼いてくれたミコさんは20歳くらいで、自民党はあまり好きじゃないという。おい、ミコさんのくせになんだと思ったと発言し、さらに一つくどいてやろうと思った。ミコさんを誘って夜、説得しようと思ったと述べた。 働かなければいい2017年5月15日、飲食店における受動喫煙対策に関連した自民党厚生労働部会において、三原淳子参議院議員が患者側は店や仕事場を選べないなどと述べたことに対し、大西が働かなければいいんだよと発言して問題となった。ありがとうございます。